だって。ほら、見て。そして全部食べてしまったら怖いんだけど。食べちゃった。今度から愛ちゃんのお弁当、そういうおにぎりにしようか。それ3個とか。食べちゃった。先生が絶句するの。食べるのね、絶句。食べちゃったね。ともにそういうのにしようか。豚まんとかで。豚まんおにぎりとか。弁当が小さすぎて早いだもう写真いいよ、今日もしかないから。だって私も